では続いての話題です。続いては本当の話の報道編に移ります、はい、求める答えを言わせようとするというこちらの話題です。こちらも前々回少しだけ、触れられておりましたけれども、テレビの報道などでゲストを呼んだり、インタビュー録画を挟んだりするとき、制作者の意図する答えを言わせようとしたり、コメントを切り取ったりするということがしばしば指摘されておりますけれども、そのあたりのことについて、先生のご経験など含めてお話しいただきたということですね。で、皆さんにはより騙されないようになっていただければということなんですけれども、なんかイギリスにお住まいの日本人の方で、日本のテレビ番組からコメントを求められた際にどういうことを要求された方など、YouTube なのでね、お話になっている方もいらっしゃいますということですけれども、あの方の名前忘れちゃったんですけど、一番いいのはあの人の YouTube をね、見られるのが一番いいですよ、もう私が20年間体験したことと全くそのままね。まずこう電話かかってきて、出演してくれないですかとコメントして、で僕がこう言うでしょ。それがテレビ局が聞きたいこと違ったら、いやちょっと違うこと言ってくださいよ、いやもう私そう思うんですけど、じゃあねその時の電話の切り方、あそうですか、ボンですよ、ね、ガチャってガチャ、それが続くともうそこの放送局から電話かかってこない。それでだからね、結局それからその人の言ってるのは、例えば街頭に出て、イギリスの今のコロナの状態どうですか、いやまあすごくなんか大変だっつってるけど、私の町は別に規制もしてないですけどって言うと、えそんなことないでしょうって、いやそんなことないったって実際そうなんですか、あそうですかって、もちろん使わない。つまり現在のテレビ局っていうのは、コメントもそれから現実の姿もですね、テレビ局が放送したいと思うことしかしない。これはそのロンドンかなんかイギリスのその女性のね、ネットを見てね、あの人、勇気あるっていうか、あの人はそんな日本じゃダメだと思ったんでしょうね、イギリスに住んでられて。それ悔しいっていう、もう腹立ちますよ、もう僕も何回も腹立った。結局今ほとんど学者出てないんですよ。学者でもポンコツ学者で、何でも言っていいっていう学者だけ出てますが、骨のある学者は出てませんっていうのは、それ全部芸人になっちゃったんですよ。芸人は別に芸に意味があるんであって、事実はどうでもいいからね。だからテレビ局の言う通り言ってくれるということになっちゃってね、それでもういかがわしい先生と芸人になっちゃったんですよ。だからこの人みたいに、そのことはだけど見てる人が分かってなきゃね、つまりテレビで言うことは全部、今のところ全てがテレビ局が伝えたいこと、テレビ局を伝えたいことは何かってのはね、みんなが思ってることなんですよ。これはね、だから見てる方もいけないんですけど、人間ってね、自分が思ってることを言ってくれると嬉しくなるんですよ。安心するということですかね。安心っていうかね、いや俺考えてたことが正しかったなと思うんですよ。僕ね、講演してて本当にバカらしいと思うのはね、僕講演終わって外に出るとなんか人と会うでしょ、はい、いや今日の先生の話は素晴らしかったって言うから、 ありがとうございますって言うとね、いつも僕が思ってること、私が思ってること同じだったって、なんだと聞かなくたっていいじゃないかってね。だから人間とはそういう性質があるんですよ。そうするとそれと、だからみんなが考えてること、だからコロナが怖いって言ったらもうコロナが怖い、それから台風なんかの場合はね、とにかく危険を煽るんです。で危険を煽るのはテレビ局側はね、理由があるんですよ。なんか油断する人がいるから危険を煽ってる、煽ってるというか大げさに言ってるんだ、大げさに言ってるのは正義なんだ、実は違うんですよ。視聴率がね、台風の時はね、普通の時の 2% も上がるんですよ。だから台風の時はね、スタジオ行くとね、テレビ局行くと雰囲気が違いますよ。それをテレビ局の部長が僕に言ったのはね、今日はお祭りですって言ったんですよ。台風の日ですよ。だから国民が台風で被害を受けるのはテレビ局としてはお祭りなんですよ、だからそういうことですね、はい、では続いての話題です。続いては本当の話、男女家庭編ということで、結婚制度のお話です。